青木元吉は、日本の政治家。栃木県今市市長、栃木県議会議員を務めた。今市町出世に生まれる。今市人情高等小学校を卒業。1929年、今市町会議員に当選し、1947年まで、務める。1947年4月、今市町長選挙に立候補するが、現職の熊谷康政に敗れる。 1948年2月27日、熊谷が町長在任のまま死去。町長死去に伴う選挙は、同年4月25日に行われ、無所属で立候補した青木が当選した。町長在任中の1949年に発生した今市地震では、復興に努力した。1952年4月23日の町長選挙では、 青木の他に立候補者がなく無投票で再選。また、河内郡とよ岡村と上津賀郡落合村との合併、姿勢志向を実現させた。1954年3月、今市市長に就任し、1956年4月まで、務めた。1963年4月には、県議会議員選挙に、今市市選挙区から、自由民主党公認で立候補し当選している。 県議会議員は一期務めた。1973年1月27日午前5時、心筋拘束により、今市市内の自宅で死去した。75歳を打つ。ありがとうございます。